これは知名度ゼロの劇団が全国区のスターを目指す成長物語。だが今のところはふんどしを締めた筋肉バカ集団。彼らがエンタメ業界の話題をさらう日は来るのか。今回はだってまず声聞こえないんだもん。顔上げろよ、はい、声聞こえないからさ、何やってんだろう。なんか泣いてんの、あれ鼻くそじくってんのって。うわー、久々に見たこんな苦痛の芝居、はい、芝居っつうのかな、苦痛だった本当に、はい、うん。劇団ヘラクレスの掟2回目の公演。鬼の演出家が劇団員を鍛え上げる。ザ・ラストヒーロー、ヘラクレスの掟。